おや、どうしてマスクを。そうだな、あやつらの実力が相当なものであろうとも、モンドにおいては我々の地位の方が上。そうなれば確かに容易に正体を晒すべきではないな。お前の機転が効いたおかげで怪しまれずに済んだな。では引き続き進もう。彼らには貴様が私の客人であると説明しよう。私たちに賛同する者はたくさんいる。すぐに会えるだろう。少し前にセピロス騎士団の人間がこの場所を片付けたと聞いてな。モンドではやはりここが隠れるにふさわしく土地も開けている。ボロくて貴族の品格にはそぐわないが、それも我慢するしかあるまい。っていうかもう少し早く歩けないのか。無論お断りだ。貴族はいついかなる時も優雅さを保つ必要がある。落ち着きがなければみっとも。やっぱりファデュイだ。やっぱり。城内でよく見かけるからな。相当な実力者だろうなって思ってたんだ。ただの野蛮なよそ者だ。努力はあるが教養がない。まあ取引の対象としては待った。この者たちは話す必要はないと思うが、私が連れてきたんだ。客人に決まっているだろう。客人に無礼を働けばローレンス家からの咎は避けられないと思え。しかしこのことは機密中の機密。用心に越したことはない。貴族の行いを貴様が指図するな。これ以上の無駄口はごめんだ。道を開けろ。偉そうに。こいつに何ができるって言うんだ。わかった、入れ。貴族のメンツって便利なんだな。当然だ。これが名声という力だ。前世紀であれば貴族に対しあんな言葉遣いで話すなど言語道断だった。貴族の目くばせ一つで人の生死を決めることだってできた。その栄光もいずれ私が取り戻す。こいつどこかで会ったような。こいつは信用できないものを勝手に連れてくるのはやめてもらいたい。私の新たな盟友だ。ローレンス家の名に誓って彼女を信じてもらって構わない。我々の計画は機密なんだ。部外者を参加させるわけにはいかない。それに最近騎士団に外の人間が加入したと聞く。モンド周辺で活発に行動しているらしい。それはありえない。彼女は旧貴族の礼儀作法にも詳しい。私も彼女に敬意と信頼を表す必要がある。騎士団の人間はこの種のことを否定し続けてきた。こんなにも完璧に礼儀作法をわきまえるなど絶対に不可能だ。その小さいのも。オイラがどうかしたか。もういい。私の言うことすら信用できなくなったのか。誰のおかげでモンドで行動できているのか忘れたわけじゃないだろうな。ローレンス家の支援がなければとっくに騎士団に追い出されていただろう。貴様は私の友を侮辱した。今すぐ心から詫びてもらう。わかった。あんたがそこまで言うならもう何も言うまい。本題に入ろう。約束していたモンド城の防衛地図は持ってきたか。早速そんな生々しい取引を。ああ当然ここにある。どれどれ。なんでこんなに見づらいんだ。線がくねくねしている。それにこの四角や丸はなんだ。なんだと。それは私が長時間かけてコツコツと書いたものだぞ。それにそれは四角や丸ではない。セピロス騎士を表すマークだ。まあいい。見づらいがどうにか理解はできる。この情報が正しいという保証はあるんだな。当然だ。
安心するがいい。それとローレンス家の旗を騎士団本部の屋上に掲げる約束を忘れるなよ。あの建物の所有権並びにこの町全体の管理権はローレンス家のものだ。ああ、互いに利のある取引なんだ。利益の駆け引きをするつもりはない。この情報は存分に使わせてもらう。そうだ、外交に影響を及ぼさないためにもいかなる場合でも我々の身分を明かさないでくれ。安心しろ、このことは私と貴様、そして私の友人のみが知ることだ。他には誰もいない。その時が来たら私は騎士団本部の屋上からモンドに対する奴らの軟弱な統治を批判してやる。全ての市民は今一度このローレンスに屈服するのだ。帰ってきた、私は帰ってきたぞ。最後に一つだけ忠告だ。軽率な行動はよせ。ではこれで。ではこれで。急にどうしたんだ。モンド城セピロス騎士団栄誉騎士、そしてその最高の仲間パイモン。お前、私を騙しただ。我々が誇る礼儀作法と優雅さで私の信頼を騙し取ったのか。そういうことを盲目的に信頼する方が悪いんだぞ。長きにわたり計画してきたのにこんなことでバレるなど。待っていろ。はあ、やはりこうなったか。最初からこんなバカな貴族を信用すべきじゃなかったな。しかし情報は確かに手に入れた。時間を無駄にはできない。あいつら別々の方向に逃げたぞ。中は行き止まりだったはず。先にファデュイを倒して、それからシューベルトを捕まえよう。ミュージックスタート。行くぞ。と駆けっこしましょう。あ、夜の幻言、本気を出す。えっと、えっ、これが怪談を滅ぼし、はっ、ほっ、はっ、ほっ、よっ、はっ、と、はっ、はっ、ゴバー、火を吹け。またか。元気出してよ。ほっほっほっと、よっ、はっ、やっ、はっと、やっ、レモン、紅茶の運命はここで終わるはずがないわ。行くぞ。料理の時間だよ。はっ、扉が開いたぞ。早く。放せ。自分で歩ける。どうやら間に合ったようね。確かにファデュイがたくさんいるわ。あれ、君もここにいたの？調査は終わった？まさか、こやつの礼儀作法は全部お前が教えたのか。しかしお前はそんなこと気にもしていなかったはずだろう。それに一族のしきたりを部外者に教えるなど言語道断。ああ、そんなこともあったっけ。それでそうしちゃいけない理由でもあるの？お前は一族のタブーを犯した。
私がずっと準備してきた計画を台無しにしたんだぞ。おじさんがすごく力を注いでいたのは分かっているわ。でもこれはやってはいけないこと。もちろんそれくらい知っているはず。セピロス騎士として見過ごすわけにはいかない。まだセピロス騎士などと、たわけが。いいか、私はお前のおじだ。お前はローレンス家の人間で、一族の栄光を取り戻すことに専念すべきなんだ。今ならまだ許しを乞うチャンスをやろう。そこのセピロス騎士を全員やっつけて私と来い。そうすればお前のために話を通し、やり直す機会を与えよう。ちょっと意味がわからないわ。セピロス騎士にセピロス騎士をやっつけろって？もう一度言う。お前はセピロス騎士などではない。我ら一族の末裔だ。ローレンス家の血が流れている貴族だ。一族の意志に従わなければならない。でも今の今まで私がいつ一族の意志に従ったというの？おお、お前大逆無道な奴め。怒るべきなのは私の方だと思うけど、自分がローレンス家の一員であると知りながらモンドの安全を脅かすことをしようとしているなんて、一体どれほどの人に迷惑をかけるか、そしてこのことを沈めるために私がどれほどの人から恨みを買うか考えたことある？私に説教しようというのか、この私に？そうよ、説教しているの。おじさんが最も大切にしているローレンス家の名においてね。私はおじさんが言っていた栄光の時代を経験したことがない。それに対する一族の強い固執も理解できないわ。それでも物事の良し悪しを判断するくらいの能力はある。自由がモンド人にもたらす意義もね。ローレンス家は絶対におじさんが考えているようにはならない。なんておぞましいんだ、一族の恥さらしめ。よもや一族にお前みたいな大逆無道な化け物が現れるとは。情緒不安定になってるぞ。優雅さのかけらもないな。何を言っているかわからないわ。彼を連れて行ってちょうだい。私と栄誉騎士はまだやるべきことがあるから。君たちが動いたということはもう決定的な証拠をつかんだということでいいのかしら？さっきこっそり見たんだけど、お前のおじさんがセピロス騎士の見回りルートといろんな情報を全部地図に書き込んでたぞ。はあ、ただの自堕落な中年かと思っていたけど、まさかここまで執着していたなんて。この一件はしっかり覚えておくわ。ひとまずその地図を回収しましょう。ミュージック。元気出してよ。ここで回避。ト
体勢を整えよう。ジャッジメント、はい。面倒だ、力が。目には目を、はい。それ静かに。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが。
は避けられないようだ。ロバ火を吹け。師匠装甲のオン。一斉に放れ。バディに歯向かったことを後悔させてやれ。やっそれ。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。料理の時間だよ。へい、砕け散れ。では、いでよ。体勢を整えよう。よく見ておけ。元気出してよ。結霜せよ。それはっ、目には目をよっ、はっ。兵糧のようにうなれ。粉々よ。よっ、これね、追っている間にコピーを作られたかどうかまではわからないけど、少なくとも彼らの操り人形であるおじさんがいなければモンドに攻め入ることも容易にできないはずよ。ファデュイがお前のおじさんを頼る必要なんてあるのか？確かに。でも操り人形を通してモンドを支配するのではなく、単純に攻めるだけならこんな回りくどいやり方をしていなかったと思う。いかにファデュイでも今すぐ攻め込んでくるとは思えないわ。そうなったら彼らの相手はモンドだけにとどまらないもの。とりあえずこのことは私から代理団長に報告しておくわ。きっと彼女がきちんと処理してくれるはずよ。そうだぞ、現れるタイミングがバッチリだったぞ。それは以前私の追っていたファデュイを君たちに撃退されて手柄を奪われたでしょ。だから今回は君に復讐するために来たのよ。手柄を奪われたのなら奪い返すってね。ひひ、ここまで長い時間一緒にいるとお前の話もだんだんと分かってくるな。本当はうすうす気づいてたんだろ、こっちに何かトラブルが起きるかもしれないって。それでオイラたちとお前のおじさんを心配して正体を引き連れてきたってことだよな。復讐しに来たの？勝手に私の意思を曲げないでちょうだい。でも小さいの、見た目は賢くなさそうなのに意外と頭が働くわね。この恨み覚えておくわ。見た目は賢くないってどういうことだ。二人とも、これで私たちは深い仇同士になったわね。覚えてね、君たちが灰になっても絶対に忘れないんだから。おう、かかってこい。その息よ。じゃあ私は地図を騎士団に持って帰るから、後のことは私に任せて。あ、また会おうな。もちろんまた会えるわ。次会うとき私をがっかりさせないでよね。